米英戦争の結果は、1812年から1815年にかけて、アメリカが主国とイギリスとの間で戦われた、米英戦争の結果について、概要を記す。この戦争の結果は、1814年12月の、頑丈薬によって、領地の変化も主要な政策的な変化も起こさない、ことになった。しかし、戦争の原因のいくつかは消滅した。 一つは、インディアン所属の力が弱まり、アメリカのインディアンに対する恐怖が小さくなる一方で、イギリスが考えていたインディアンの国を作って、アメリカとの干渉地帯にするという案はついえた。1814年のナポレオン敗北以降、英仏関係が良くなり、中立国との貿易に制限がなくなった。イギリスは、アメリカの水負を強制帳簿することも止めた。 アメリカ人はニューオーリンズでイギリスの侵略を食い止めたこともあり、第二の独立戦争での勝利を宣言し、イギリスは二度とアメリカを支配できないと考えられた。また、ニューイングランド諸州が合衆国から脱退する恐れもなくなった。イギリスでは、この戦争の重要さがナポレオン戦争の影に隠れており、頑丈薬の直後の1815年3月に、 パリに戻ったナポレオンも6月にはワーテルローで力尽きた。カナダでは戦争遂行の中から国としての連帯感と誇りが生まれた。アッパーカナダとローアーカナダを侵略しようとしたアメリカ軍を撃退したのでカナダ人はその民兵の勝利だと主張した。停戦のための努力は開戦した1812年にすでに始まっていた。 ロンドンのアメリカ外交官は強制帳簿の停止と引き換えに急戦を提案した。しかし、イギリスが拒んだ。1812年、遅く、イギリス軍がデトロイトトリデを奪取し、アメリカの貿易を著しく阻害していた。イギリスの数密陰例の撤廃の知らせがワシントンに届いた時、イギリスの北アメリカ植民地総督ジョージ・プレボストは、 アメリカ陸軍総司令官のヘンリー・ディア・ボーンと休戦の交渉を始めた。しかし、アメリカ合衆国大統領、ジェームズ・マディソンは戦争継続を選んだ。1813年には、ロシアが和平の仲介を申し出たが、これはイギリスがヨーロッパで妥協することになる可能性があったので、イギリスが拒んだ。最後にイギリスとアメリカが、 急戦交渉を始めたのは1814年1月であったが、その交渉開始は遅れた。1814年8月になって、やっと中立国の都市であるベルギーのガンで和平交渉が開始された。双方ともが非現実的な要求の言い合いから交渉を始めた。アメリカはイギリスの海事監修のすべてを止めさせることを望んだが、これはとても受け入れられないことだった。 またカナダ植民地の活譲とニューファンドランド島沖での漁業権の保障を要求した。イギリスはアメリカ北西部領土にインディアンの国を作り干渉地帯とすることを求めた。また占領していたアメリカのメイン州の一部を併合して大西洋側のイギリス植民地からケベックへの陸の回廊を設けようとしていた。何ヶ月もの交渉が続き、 この間の軍事的な勝敗や行き詰まりという、変化しつつある背景を考慮し、両者は共に平和を望んでおり、戦争を続ける本当の理由がないことに気づいた。どちらも戦争にあぐんでいた。密貿易を除いて、貿易はほとんど麻痺しており、ナポレオンに対する勝利の後は、イギリス海軍が、アメリカの商船を襲ったり水浴を連れ去る、必要性がなくなっていた、イギリスは、 ナポレオン後のヨーロッパの再建に没頭していた。交渉の結末は、戦争前の状態に戻すこととなり1814年12月24日に、ガンで、ガン条約の調印がなされた。イギリスはその4日後に条約を批准し、アメリカは1815年2月16日に、上院の全会一致で批准した。アメリカの批准日は、 条約の写しがワシントンに届いた数日後であった。この批准までの間に、1月8日には、ニューオーリンズの戦いが起こり、大規模なイギリス侵略軍が、アンドリュー・ジャクソン指揮するアメリカ軍に敗北した。頑丈条約では、アメリカの海事件の確保には失敗したが、この1815年から第一次世界大戦の1914年までの一世期間、 ヨーロッパの政界権の争いの中でも、イギリスとアメリカの間には重大な局面が生まれなかった。イギリスは水府の強制帳簿を止め、戦争の危険を犯すようなところまでアメリカとの紛争を発展させることがなかった。アメリカはカナダ征服に失敗したが、イギリスは征服していたメイン州の土地を条約に従ってアメリカに返した。 この戦争はアメリカが戦う決意をした、いくつかの問題を解消した。特にインディアンの脅威と独立を主張する、心理的必要性の問題であった。強制長母や、中立国としての権利は1815年以降の、長い平和の期間のために影を潜めてしまい、イギリスは強制長母や、海上封鎖を行使する機会がなくなった。 アメリカ辺境の開拓者たちが戦争に賛成する第一の理由はインディアンの脅威であった。彼らはカナダにいるイギリスの代理人が介入していると非難していた。開拓者たちはイギリスがインディアンをそそのかし武器を与えて侵入を拒んでいる土地への入植を求めた。1813年、小2族予言者のニー・テカムセの戦士と共に、 北西部領土でのインディアンの脅威は縮小された。アメリカ南東部では、アンドリュー・ジャクソンが1803年のホース州ベンドの戦いでイギリスと同盟するクリーク族インディアンを打ち破り、この地域でのインディアンの脅威を取り去って、ジョージワ州とアラバマ州に広大な農業用地を開拓者のために確保した。アメリカは西フロリダを占領し、1819年には、 フロリダの残りをスペインから買収した。このことで敵対的な種族に対する武器の供与もなくなった。イギリスは条約の中でカナダからインディアンに武器を渡さないことと交易すらしないことを約束した。アメリカとカナダの国境は概ね平和な状態になった。しかしアメリカ人の中にはイギリスが以前の同盟インディアンと共謀して 五大湖地方のアメリカ支配を防ごうとしていると見ているものもいた。しかしこのような認識は間違いだったと歴史家のキャロウェは指摘している。頑丈役以降、インディアンはイギリスの政策立案者にとっての望ましくない重荷になった。イギリスは北アメリカを商品の販売先と原材料の輸入元と見るようになった。この分野のイギリス代理人は 以前のパートナーであったインディアンとも定期的に会ってはいたが武器を供給することはなくアメリカの拡張主義を止めるためのインディアンの行動を奨励することもなかった。開戦前のワシントンではアッパーカナダの人口の多数を占めるアメリカ人がイギリスの首輝きを投げ打ってアメリカに着くと予測した者も,もいたがこれは起こらなかった。1815年以降イギリスの役人 成功会の牧師やカナダ王党派は、共和制や民主主義というような、アメリカ的政治思想を見分けて排除しようと努めた。これによって、イギリスと王党派特権階級は、以前の敵とは異なる様式を、カナダ人に植え付けることができた。インディアンではなくイギリスの正規兵でもなく、カナダの民兵が戦争に勝ったのだという、カナダ人の神話は、真実ではなかったが、 しばしば繰り返し唱えられ、カナダの愛国主義精神を作り出す効果があった。アメリカがイギリス領来たアメリカを攻撃した時、イギリス軍の主力はナポレオン戦争に従軍していた。イギリス領来たアメリカは、はるかに強大な軍隊を持ったアメリカに対して、最小の守備軍しかなかった。戦争の大部分をイギリス領来たアメリカは単独で強いアメリカ軍に立ち向かった。 イギリスからの援軍は戦争の最後の年1814年になってやっと到着した。強いアメリカ軍を跳ね返すことでイギリス領北たアメリカの団結を作り上げることになった。これはアッパーカナダとローアーカナダにいるイギリス人と多数派のフランス語を話す人々の間で最も顕著なことであった。愛国主義的な感情は共和主義のような アメリカ的考え方に疑いを生じ、1837年に起こった反乱まで、アッパーカナダとローアーカナダで政治改革を挫折させていた。しかし、結果的には、米英戦争が1867年のカナダ連邦に導くプロセスの始まりであった。カナダの作家ピエール・バートンは、反乱や1860年代のフェニアム襲撃の、 ような事件は重要であったが、もし米英戦争が起こらなければ、アメリカからの開拓者が、次々と入ってきてカナダは、アメリカの一部になり、カナダ的な愛国主義は起こらなかったであろうと書いた。アメリカの歴史家は、バートンの推測に同意せず、イギリスが厳しく統制を続けたであろうとしている。米英戦争は、イギリス領北たアメリカ植民地にとって、極めて意義あるものだった。 この戦争ははるかに兵力で勝るアメリカ軍に対して国の生き残り戦争でありそれに成功したと考えられた。また共通の敵に対してフランス語を話す国民と英語を話す国民が結束して戦争の大半を守り抜いた。英語によるカナダの歴史家はイギリスに対する忠誠感とともに独立国家、カナダとしての感覚を作ったと主張した。開戦時に アッパーカナダの人口の3分の1はアメリカ生まれだったと見積もられている。イギリスに対する忠誠を誓う王党派もいたが、安い土地を求めてきたものはイギリスに対する忠誠感などなかった。しかし、多くのものが共通して侵略を恐れた。例えば、ローラセコールはアメリカからアッパーカナダへの移民であったが、以前の母国からの攻撃計画を イギリス軍に警告するために難儀な道のりをも躊躇しなかった。戦争から生まれたカナダの神話はカナダの民兵が称賛に値する働きをし、イギリス軍士官は大きな戦果を上げていないというものだった。ジャック・グラナット・スタインはこれを民兵神話と名付け、職業的常備軍よりも市民の民兵に重きを置くカナダの軍事思想に深く影響したと感じている。 アメリカは戦争開始時に類似した開拓写真話に影響された。これは個人の自発性や射撃技術が訓練されたイギリス軍に対抗し得るというものだったが誤りであった。グラナットスタインは民兵は戦争で特に有効だったわけではなく、イギリス軍の成功はイギリス正規兵の働きによるものであり、イギリスが正解権を維持していた結果だとしている。 例えば、アイザック・ブロックは民兵にマスケット銃を持たせても信用しようとはしなかった。アメリカ陸軍が戦争の後期の陸戦で勝利を挙げたのは軍隊を訓練して規律あるやり方で戦わせたからであり、イギリスや他のヨーロッパ諸国の軍隊に習ったものであった。戦争中、イギリス軍士官はアメリカとカナダの境界の一部を成していたセントローレンス側を アメリカ軍が封鎖するのではないかと常に心配していた。もし、アメリカ軍がこれを実行しておれば、多くの陸戦が起こったアッパーカナダとの補給戦がなくなり、数ヶ月後には全ての西部領土から撤退もしくは降伏するしかなかったと考えられる。戦後のイギリス軍士官の報告書では、アメリカ軍がそのような単純な手段に訴えようとしなかったことに、 驚きを表していたが、イギリス軍は、敵が誤りを繰り返すことを当てにしていたわけでは、なかった。その結果、イギリスは、オンタリオ湖岸のキングストンとオタワ川をつなぐ金のかかる、離道運河づくりをはじめ、国境のセントローレンス川の一部をバイパスする、大洋補給船を備えようとした。オタワ川につながる運河の北東段階拓地は、後に、カナダでは四番目に大きく、 首都にもなる、おたわしとなった。ここは、防衛できる、後輩地として、アメリカ軍の侵略から守られるように内陸に、作られた。セントローレンス側から離れた地域、の人口は希薄であったので、イギリスは、戦後、後輩開拓地が増加するような手段を重ねた。そこには兵士を入植させ、農場用地をタダで提供する移民促進策を、始めた。開拓者には、 アイルランド南部の出身者が多かった。運河の建設は1832年までかかり、戦争のために使われることはなかった。カナダとは対照的に今日のイギリスで米英戦争のことを覚えている人は少ない。これは同時期に行われたナポレオン戦争の方が劇的な展開がありその陰に隠れてしまったこととイギリス自体が 結果的に売るものも失うものもなかったからであった。イギリス海軍は戦争中アメリカ海軍が1対1の対決では大半を勝利し、時にはイギリスにとって屈辱的な形で勝ちを収めたことに鋭ンに反応していた。また、アメリカの死略戦や小戦襲撃戦が多くのイギリス小戦を捉えたために保険料率が上がり海軍本部を倒惑させた。 これにもかかわらず、イギリスはいくつかの海戦で勝利を収め、アメリカの士気を下げた。また、イギリスは、アメリカ海岸の海上封鎖を行って、多くのアメリカ商船を捉え、アメリカ政府を当惑させた。イギリス海軍は、アメリカの水域では、圧倒的な力を展開することができたので、アメリカの海上貿易を単に損なう、以上の影響を与えた。戦後イギリス海軍は、 心臓船の構造や砲術を変えることがあったが、艦隊の要因計画を変えることはなかった。イギリスは、カナダとアメリカにおける戦闘を複次的なものと見ていた。唯一、第41連隊のみが、米英戦争の間のデトロイト砦での功績で、戦闘名誉賞を受けた。陸軍は、スペインの半島戦争での実践的な経験により、大きな興味を持っていた。 カナダやニューオーリンズにおけるいくつかの敗北は、便宜上まず意識力のせいあるいは克服不可能な、物理的障害のせいにされた。指導力がもっと良ければ、会場でもまたニューオーリンズでもイギリス軍がもっと頻繁に成功を収めていただろうと信じられた。ヨーロッパにおける、ウェリントン港の偉大で圧倒的な成功と、卓越性のために、イギリス軍は徴兵。 訓練及び昇降人間の仕組みを半世紀以上変えることはなかった。イギリス軍の兵士、または水兵は、米英戦争の間に5000名が戦死、または負傷した。バミューダは、アメリカの独立前はその民兵や、私略戦も防衛に専念させられていたが、イギリス海軍が1795年に、バミューダを使って、作戦を展開するようになってから、 失われたアメリカの港の代用として使われていた。もともとは北アメリカ戦隊の陶器本部として使われたが、米英戦争ではバミューダで準備を整えて大西洋の港を封鎖するという新しい使命を当てられ、ワシントン DC への攻撃もここで作戦を組み立てられ、ここから発信された。19世紀の前半を通じて建設作業が続き、バミューダは 西部海域の永久的な海軍本部となり、本部の建屋を作り、海軍基地と修繕所にもなった。海軍施設を守る、守備隊が構成され、軍島全体を要塞化して、西のジブラルタルと呼ばれるようになった。バミューダの造船産業と海洋経済はゆっくりと落ち込んでいき、防衛施設が第二次世界大戦の後までバミューダの経済を支えた。 1890年、陸軍大臣は、バミューダが、植民地としてよりも、基地として、イギリス政府に帰属するものと考えると指摘した。米英戦争は1790年代以降、死に耐えていた、バミューダの死略戦を復活させた。死略戦が止まっていたのは、イギリス海軍本部が、西大西洋における、死略戦への依存度を下げたバミューダにおける基地の、 構築によっており、また、イギリスの主力船に対して、アメリカが法律に訴えて圧力をかけてきたからであった。イギリスの主力船といってもその大半は、バミューダのものを名指ししているようなものであった。米英戦争の間、バミューダの主力船はその快速バミューダスループ船を使って298隻の船を捕獲した。五大湖から、 西インド諸島の間でイギリス海軍とその私略船が捕まえた船は1593隻であった。戦争に真っ向から反対したニューイングランドの沈鬱は1814年の12月に頂点に達し5つの州からの代表が密かにハートフォード会議に集まった。ここでは西部と南部に対してニューイングランドの利益を守るため憲法の改定を 要求した。脱退の噂も飛び交っており、もしこの要求が無視されれば、この地域の合衆国からの脱退の恐れが出てきたが、和平の知らせでさたやみとなった。アメリカ合衆国は1814年に難しい状況に立たされていたが、ニューオーリンズの戦いとボルティモアの戦いにおける、勝利とイギリスに対する成功と思われたことが、 国民の愛国主義的風潮を高め、合衆国を一つにまとめる効果があった。よく知られる愛国的逸話は、星のきらめく旗であった。この言葉は、マック・ヘンリー・トリデに対する官方射撃の後で、フランシス・スコット・キーが死を作り、イギリスの歌、天国のアナクレオニエの戦律に当てはめられたものであった。1889年、アメリカ海軍はこの曲を国旗式に、 使用し始め、陸軍もこれに習った。1931年、この歌は、アメリカ合衆国の国家に指定された。アメリカ合衆国が得た大きなものは、改めて自信を得たことと、国家の自由と栄誉を守るための軍事能力に対する、信頼であった。米英戦争の当時国葬法ともはっきりとした、勝利を得たわけではなかったが、アメリカ人は、 民主主義の経験に立つ成功の証と捉えた。戦争はアメリカの歴史において好感情の時代の先駆けとなった。その時代は少なくとも表面上ほとんどのアメリカ人が共通の目的のために一つになったと感じた時であった。この国は外国の脅威を受け流すことができ、その目指すところは母国の拡張にあるということを確信させた。 ハートフォード会議の崩壊とニューオーリンズの戦いでの勝利の知らせによってアメリカ人は祝いの気分になった。1815年2月アメリカ合衆国大統領ジェームズ・マディソンは議会に平和条約を提案した。マディソンは戦争の終結を議会委員会の知恵と民衆の愛国主義、民兵の公的精神及びこの国の陸軍と海軍の勇気による 当然の結果として成功に導いたと言って国民を祝福した。国民主義の精神と誇りが反対ばかりを叫んでいた連邦党を崩壊させ新しい交換情の時代に導いた。米英戦争の間接的な結果の一つは戦争の英雄アンドリュー・ジャクソンとウィリアム・ハリソンを大統領選挙で勝利させたことであった。 二人ともに軍人としての名声を選挙に利用した。もう一つの間接的な結果は連邦主義者の調落であった。米英戦争はアメリカの製造能力に劇的な効果をもたらした。イギリスが行ったアメリカ海岸の海上封鎖はアメリカの綿布を不足させたが、マサチューセッツ州ウォルサムのフランシスカ・ボット・ローウェルに始まる綿布製造産業の立ち上げにつながった。 戦争はエリー運河の建設にも拍車をかけた。これは商業的なつながりを促進するために建設されたが軍用として用いる必要性があるとも認識された。合衆国議会が合衆国第二銀行を国有化する決断をしたのは米英戦争で露呈された国家財政の脆弱さで一部説明された。南部の指導者 特にジョンカルフーンがその手段を支持した準備の良さは高度の国民感情を示していた。おそらく国民団結という新しい感覚の明白な印は民主共和党の勝利であり長い間の政敵連邦党が国の政局から姿を消したことである。その結果はかつてないくらい党派構想のない好感情の時代であった。米英戦争で アメリカ軍の兵士と水兵は2260名が戦死した。戦費は約2億ドルに達した。アメリカもイギリスも軍事的な利点を得ることはなかったが、アメリカは間接的に売るものがあった。ウィンフィールド、スコット将軍によってアメリカ陸軍士官の職業意識が強調され、特にウェストポイントの陸軍士官学校における士官の訓練は、 意義ある軍隊の発展となった。この新しい職業意識は、後の米国戦争で顕著となった。アメリカによるテキサス併合の後、マニフェストデスティニーという言葉が、アメリカの拡張主義と軍隊の誇りを懸念する政治的な言葉として、広く使われるようになった。米英戦争では、領土拡大をもたらさなかったものの、 この事実がイギリス領北アメリカへの拡張に関してその後何十年もの間政治的議論の的となったその後の発展についてはアメリカはその防衛を民兵に頼ることを公式に止めたさらに当時ウエストポイントを支配していたアメリカ陸軍工兵司令部が戦争中のイギリス軍の攻撃に対する反応としてニューオーリンズの要塞化工事を始めた この努力が多くの川の治水工事にも発展し、特に1840年代と1850年代は PGT ボーリガード将軍の下で進んだ。工兵隊はミシシッピ川や他の川の工事では今でも権威であり続けている。後に学者たちは米英戦争のアメリカの戦略や戦術について疑問を投げかけた。その明白な結果や そもそも戦争を始めた時の知恵についてである。しかし、当時のアメリカ人には、海軍の印象的な勝利やニューオーリンズでのアンドリュー・ジャクソンの勝利が、モンロー時代に引き継がれる、好感情の蓄積を作った。1823年のモンロー主義は、実際には、長い大統領演説の中のほんの数句に過ぎないが、アメリカは、ヨーロッパの内情に巻き込まれることはなく、 アメリカに対するヨーロッパの干渉を認めないと宣言した。他の国に与えたその直接の影響は大したものではないが、アメリカ市民に与えた影響は計り知れない。さらに、新世界から旧世界に警告を放ったその地震に満ちた論調は、国中を席巻した国民主義的な気分をうまく反映した。スペイン領フロリダに逃亡したクリーク族インディアンは、 そこのセミノールに合流した。アメリカが1819年に、東、フロリダを購入した後も長いセミノール戦争に、続いた。ヒッキー P300 バリーシュワルツ、ザ・ソーシャルコンテキスト・オブ・コメモレーション、エース・タディ・イン・コレクティブ・メモリー、ソーシャル・フォーセス 612P384 ベンピー・ P81 プラット・ピアニッシュも135から7ハット・ワッツ・プラット。 ピエール・バートン、ウォーブ1812、ザ・カナディアン・エンサイクロペディア、ヒストニカ・ファンデーション・オブ・カナダ、ベン・ P84 ・ウィルツ、ハット・ウォーブ1812、コンプトンズ・バイ・ブリタニカ、リトリーブ・ド・エープリル1、2006、フロム・エンサイクロペディア・ブリタニカ・オンライン、ワイグリー。ありがとうございます。